ファミコン全ソフト実況。どうもタムヤンです。今回から久しぶりですね、ファミスタシリーズからファミスタ93プレイしてみたいと思います。ナムコスターズで全チームに勝利を目指す、もう古いですね、ファミスタ初代86年版から92年版まですでにプレイ終わっております。よかったら再生リストでね、一気見まだ見てない方はしてみてください。93年94年、残すところあと2年となりました。プレシーズンマッチでね、行きたいと思います。ナムコスターズ、まあ順番に行きますか。セントラル、パシフィック、それからこれなんだろうね、セントラルオールスターかな、わかんないけど、この特別チームとラスボスアメリカですね、メジャーチームなんでしょうか。今回は初戦阪神と対戦したいと思います。六甲さん、なんかぐるぐる巻きになってる鈴鹿さんが好調ということですかね。相手は中田、12球団公認なので実名みたいですね。行こう。あ、パック絶好調。まあ初戦なんでそのまま行きますか。先発オーダー、最高。パックマンも見てますよ。プレイボール。さあピノ、ナムコの一番といえばこの人、バントしたいけどね。おー結構早いな。3球三振か。あ、バッターボックス前に行けないタイプだねこれ。あ、マッピー、それピノがそれやってほしかったな。さあ3番ワギャン、4番につなげるか。中田さん、フォーク落ちるね。3割バッターワギャン、いやーボテボテー、三者凡退で始まりました。さあ打たして取っていこう。愛さん先発、愛めちゃくちゃ球威ないね。嘘でしょ。あ、センターピノかな、足速いな。亀山、あめっちゃ遅いね球威。あすごい、でも曲がる。おらおらおら、あセンター足速いよ。なんか個人によってスピード違うのかな、どうなんだろうね。大回り、よしこれゲッツコース。あーゲッツ崩れ、パチョレック嫌な音なるね。おれ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 、オッケー、なんとかなんとか無失点に抑えました。4番パック、打率3割はないんだね。ホームラン24本、24本って24本。おい待ち構えて、シュートがありますね。中田投手、あーこのシュートにやられた。あサンドラも絶好調、シュート狙っていこう。中田のシュートを狙い撃つ、ピッチャーゴロギャング6番バッター。やっぱ4番5番でナムコスターズは打たないとダメかな。まず自分のチームの実力をしっかり覚えないとね。フォークは100発110で落ちるね。落ちないね音で判別。球場は結構狭い。あ取られる、危ない。おーいナイスファーボール。この六甲さんラッキー、外野に何だったっけ、ラッキースタンドじゃなくてあるね。ナイスナイスファインプレー。あ新庄日本ハム監督、神々ですけどね今日
新庄絶好調か。よし、センターに飛ばしとけば間違いないね。オッケー。あ、久慈さん、いや、愛はこの変化球がいいね。よし。いやー、やっぱファミスタ守備が楽しいね、守ってて。さあ、ちょっと球威落ちてきてるんじゃない、中田さん。そうでもないね。聞こえたかな、140キロ。まだまだいけそう。あー、まだフォーク落ちるか。ピッチャー愛のとこ帰れないね。これ2ストライクまでしっかりちょっと球投げさせましょう。球数ね、スタミナの減り具合がね、どういう仕組みかによるんだけどね。なんかあのシリーズ作品によっては何球投げても打者1人ごとでスタミナが減るとかね、あるみたいですけど。ピッチャーフルカウントまで粘りました。さあ2巡目、ここ勝負だね。ピノ2アウトからバントで、バントかフォアボールでなんとか。結構曲がるね。カットするしかできない。ピノ落ちない。よーし、ナイスバッティング。ピノ、これがピノだ。さあ盗塁だ、見せろピノ。サードもいけるでしょこれ。マッピー、さあマッピーのワンヒットで先制できるか。なあ、まあちょっと次回打順変えるかもね。キャッチャー山田さん、オラオライ。さあ投手戦になってきましたよ。オラオライ、中田さん続投かな。次の回も9位落ちてんじゃないの。ツーアウト。和田監督、オラオライ。いやー、しびれる投手戦だ。一歩一歩、あ、掃除するんだ。ワギャン。さあこの3番4番大事。まだ9位やるね、変化するね。三球三振やるな。さあパック、フルスイング三球だ。いやー、さあ5番サンドラも調子がいい。この2人がなんとかしないと。一球入魂。詰まらされたさあでもこっちも愛も頑張って、結構伸びるな亀山さん。エラーもあるからねこのゲーム。いや、この遅いボールで打たして取るね、素晴らしい。どっちにも曲がるからね、カーブシュート。さあどっちがまず得点圏にランナーを送れるかだね。フォークはもう音で判断して捨てた方がいいね。下位打線なんとか。おお、しびれる。よく見てよく見て、ストライクが来たらカットするみたいな感じで。落ちるか、落ちた。センター後ろにそらした。これ大チャンス。甲子園は広い。さあホーム突っ込むか、どうだ。先制ランニングホームラン。今日の成績右側に出てるんですね。1打数0安打アルバ、右方向惜しいね。さあリック、ここでリックがヒット打てば次1番バッターからね、ピノからいけるから。まだスタミナあるな中田さん、さすが先発。右方向、なあ次ピッチャーからか。あ、まだでもいけるのか。よし、これ
三振でももう次ねピノからだから、よし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 、カット。もうさすがにフォーク落ちなくなってきたか。オッケーオッケー。さあ貴重な先制、八木さんホームラン結構打ってるね。あやべえこれやべえ、あなんでセンターで取りに行かなかった、あこっち足遅いやっぱりあれだね、能力差あるんじゃないかなこれ。大ピンチ、新庄か、初めて速球投げる。おあなんで投げられないくー邪魔ー、新庄のチームバッティングすげえ。あーまたセンターでこれ取るべきだったな、宇宙間真っ二つ、逆転のランナーが三塁に。あもう疲れてきた、じゃあ交代か、じゃあ交代。あ結構いるんだね、誰が誰か分かんないな。バブル、あ9位ないな、嘘でしょ、あエラーするの、嘘、そんな大事なとこでエラーするか、9位はそんなにないね、曲がらないなこれピッチャー中田さん続投、あーセーフ、和田さんちょっとインコース打たして取るよりもちょっと攻め気味でピッチング変えるか、逆転見事にされました。さあ1番から盗塁2って出てるね、今日の成績。これフォアボールもあるんじゃない、この回勝負だね、フォアボールもあるよ、全然2ストライクからいけるんじゃない、あっとボールでしょ、おーいナイスバッティング、大ショートした。さあ盗塁盗塁盗塁宣言ピノ、走る走ると見せかけて走る、もうせここでいいかな、三塁行かなくてもマッピーのバッティングに集中した方がいい。いやーやるなまだまだ行くね、スタミナの化け物か中田さん、ワギャン、よし来た、セカンド行かしてもらおう。さあ4番にかかっております、いいとこで回ってくるよね、シュート狙いだ、おっと振り遅れてる、シュート狙いミスった、決めきれなかった、追い込まれた、なあ、いやついに疲れた、ピッチャー交代か、ピッチャー交代しない、おお、そこで打ち取られるか、バブルクロスファイヤー、亀山さん調子いいから怖いね、フォーク、よし、オマリー、あもう疲れてきた、バブルもう疲れてきたか、ピッチャー交代だねここはね、ピッチャー交代、誰が誰か分かんないんだけど、こっちエッグが抑えかな、鈴鹿、なんだ鈴鹿って、鈴鹿サーキットか、あー9位ないね、パチョレックには9位あんま出さない方がいいんじゃないよ、球の勢いでホームラン持っていかれそうだもんね。さあラッキーセブン、チャージチャージさあ2番手ピッチャー中込さん、ラッキーセブン、シュートから来たか、先ほどランニングホームランのギャング、150キロ、あアルバ、中込さんもフォーク落ちるか、あー音が違う、うーキリキリ前されてる、リック右方向ナイスバッティン、落とした、鈴鹿代打行くか、ここはね代打、
左の方がいいな。左ビタミーナ。おお、ホームラン12本。半球フルスイング行ってこい。おしおし。あして、なあ、1点が遠い。じゃあ交代、もうね、どんどん投入していこう。スイート、オラオライ、キャッチフライ、ワンアウト。新庄、先ほど打点1か。あの打点がね、勝敗を分けるのか。三振に取りました。スイート、これ三振取れるんじゃない、これ。三噛んでますけどね。三振取れる。突っ込んでこい。落とした。あ、ごめんなさい。落とすか。さあ、残り2回ピノから。内野ゴロしっかり打たないと。いやー、ピノ打ち上げたらダメよ。やっぱピノとパックにかかってるよね、うちのチームは。マッピー、つなぎ役マッピー。追い込まれてしまいました。ワギャン、つないでくれ。3打数1安打ワギャン。勝負。くわー、わぎゃーん。山田さん、下位打線で打たれたっていうかね、クリーンアップは抑えてんだけどね。あ、ピッチャー交代か。立花代打、気をつけて。トライ、スタート。よし。いや、完璧なんだけどね、守備は。攻撃陣が、さあ、最終回。パックからだ。あ、田村。抑えの切り札か。前の方だ。立つか。おい、力の勝負だ、パック、いけ。早いな。抜けるか。4番よ、サンドラー。9回最後まで諦めるな。うわー、ヤング、代打出す。誰だろうね。タロスケかな。タロスケ、もともと5番バッターでしょ。うわー、落ちたな、タロスケ。フォアボールでもデッドボールでもいいぞ、タロスケ。ナイスバッティング、同点のランナー出ました。ダイソーでしょ、これ。ダイソー、誰が早いか分かんないけど、あ、14って出てるね。スカイ。あ、あと田村、ピッチャーのスタミナも出てるんだね。スカイ、あ、アルバのとこ代打行く？ギルにしようか。ギル！走力14、盗塁しようか。盗塁、オッケー。さあ、同点のランナー二塁。ブルってきたぜ。なあ、マジか。初戦をものにできませんでした。いや、攻撃陣にちょっと課題がありましたね。三振12が問題ですね。 MVP 山田くん、山田さん、お互い打率の低い試合でした。次回なんとか初勝利目指したいと思います。5万5000人も来てくれたのにね。アミスタ93、開幕しました。次回もお楽しみに。さよなら。